私たちは、はい、今日ハッピーウェディングマイソングの踊りを踊ります。はい、頑張ります。あれなんかちょっといい感じや、君は相性あっちゃう感じや、客観的に見ておやや、趣味とか好きな音楽似てるやん、まんざらでもない顔しているやん、あれなんかちょっといい感じや、君は相性あっちゃう感じや、やっぱり出会いって奇跡やん、運命とか信じるタイプやろ、うちが取り持ってあげる、愛とか恋とかそういうのすっ飛ばして、ノーキャンで動いてみたらええやん、冷やかしてみてもいいから、キッス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 、ママの流石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 、ノリで流石してみたらええやん、ミラオニアやそれハッピーやん、二人これから一生ずっと一緒にいるやそこ、婚姻届けや一緒に届けよ、流石してみたらええやん、後のことは責任取れんけど、そんな気がしてるんだ、あれ、お前ちょっといい感じや、まあ、君はカップ当然や、本格的に考え出してるや、マジで市役所行こうとしてるや、え、マジで市役所行こうとしてるや、大丈夫、マジ大丈夫、いや、君らがいいならいいんだけど、いいの、ほんまにそれで大丈夫、え、ほんまに大丈夫な、愛とか恋とかそういうの突っ飛ばして、一緒にいるそこ歴史が不思議に備えよう、入籍してみたらええやん、多分綺麗にない見分かれると心のどこかで思っているけど、秘密にしておくれ、金銭感覚、物の価値観、体の相性、言えない過去や消したい過去はお互いにたくさんあるけれど、モラルハラスメント、仕留めもない、どうしようもない、浮気癖とか不安はあるけどさ、ノリで入籍してみたらええやん、君なお似合いやそれハッピーやん、二人これから一生ずっと一緒にいるやそこ、ポンキー届けや一緒に届け、入籍してみたらええやん、あとのことは責任取らんけど、きっとうまくいくよ、なんとなくそんな気がしてるんだ、皆さん、いかがですか？